そう、学校があってちょっと遅くなっちゃって、すいません。よし。ハンちゃんいる。ハンちゃんいるんだけど。リペさんお疲れありがとうございます。結んでるのも可愛い、ありがとうございます。はんちゃんこんばんぺ。はんちゃん、はんちゃんが昨日なんだっけ、ボイスメッセージで LINE でね、なんだっけ、なんとかとなんとかとなんとかの最小公倍数と、なんとかとなんとかとなんとかの最小公倍数がわからないので教えてくださいみたいなボイスメッセージを送ってきて、教えてここっぺみたいなの言ってきて、ちゃんと教えてあげました。ボイスメッセージで返しました。なんとかとなんとかとなんとかはなんとかで、そう教えてあげました。そう、チュピタン、ココッペバイト前に始めてくれたから見に来れた。今からバイト頑張ってフレー。そのボイス欲しい。ちょっと秘密ですね。ペペこれから勉強頑張ってくれて、頑張って、頑張れ頑張れ。なんか斜めだね。うん、いいかな。カードの人さん、いちごありがとうございます。不正コメントのペの数増えた気がするけど気のせいだって。一回結構前に増やしたので、それきり何も増やしてないんです。コップお疲れ、仕事が終わりません、頑張って頑張るんだ。ペのジャンヌセンター早く見たいなって、楽しみにしててください。ちょっとね、ジャンヌは本当に頑張ってるのでそう、4日ちょっとね間違えちゃったんですよね。初めての日、4日間違えちゃって、間違えちゃったからちょっとバレンタインの日はね完璧にできるように頑張ります。キタッペ社長さん、ティーカップありがとうございます。まほちゃん、コープのジャンヌセンターかっこいい、ジャンヌダルク好き、かっこいいだって、ありがとうございます。今日はコロナ後遺症の症状がひどくて寝て過ごしてたって、気をつけてっていうか、お大事に。後遺症あるのがきついですよね、うんうん、頑張れ頑張れ。水曜日だよ、そう今日水曜日だよまあまさかすっぴん、すっぴんでってなんだっけ、配信あんまりメイクしない最初ら辺してたけどバッチリメイクしない。昨日のケーキ美味しかった、めっちゃいちごタルトを食べました。そう、可愛い系って思われがちで、そう思われがちでそうなんですよね。だから天使の尻尾めっちゃ多かったし、純情主義もめっちゃ多くて、そうレモンのあれ雰囲気から純情主義って言ってくださって方がめっちゃいて、あーって思いながら動画めっちゃ良かったのでありがとうございます。そう、今日君はもっとできる発売日です。
ぜひ皆さん手に取ってください。早く渋井と新プロダー出てね。心ちゃんあれだ、渋井ちゃんのさ画像をさよく作ってる。渋井ちゃんが嬉しそうにね見てたから言っていいのか分かんない。心です、心同士。私心っていう名前忘れがちなんだよ。ココッペっていう、もうココッペってなってる名前が。そう、え、心ちゃんだったみたいな、たまにショールームでコメントがある。そう、チャーハン部の日だね。どうしようかな。ちょっと今日はねサムギョプサル、ちょっと静かにサムギョプサルなんですよ今日の夜ご飯。サムギョプサルなんでちょっとチャーハン食べれないかもしれないんですけど、そうタルトだったんです。コッペハンの相方が猫かぶってるとレイハミ言われてました。コッペはどう思いますか。あの後のハンちゃんの返しがなんか面白くて、そうなんか言い合いになってるのが面白くて笑っちゃいましたね、うん、でもハンちゃん猫かぶってる、わかんない。でもかぶってないんじゃない、わかんないけど、でもやっぱね私もステージに立つとやっちゃうから、あはいみたいな感じな、な、はい、なっちゃうので。そう、立花ココッペってよく言われる。めっちゃね今下のコメント読んでる。全然覚えてない。ちびたんには昨日私ココッペと同じな、ココッペと名前同じ羨ましいやつ自慢しといた。自慢しといたって。そう今日サムギョプサルなんですよね。そうココッペってもうさココッペなんですよ。もう森尾さんハートありがとうございます。ココッペあった時の目が可愛くて好き。レアちゃん剥がさないとね。剥がしちゃうよ。ハンちゃん将来気になるね。ねって言ってもさ一切さなんですけどね。そう、次の公演予定は、次は14日のパジャマドライブ公演に出演させていただきます。いろいろ盛りだくさんなのでぜひご覧ください。私もそういえばココロちゃんやったって時々慣れてね、ほんとねココロちゃんって言われるの学校ぐらいしかないから。そう、一応立花ココロです。はい、立花ココロなのでお間違いなく。まだず、ま、待って、まだ萌えゼリフ考えてない、結構大事なので。そう14日ね6期生私だけなんですよ。緊張するけど緊張ですね、やっぱね6期生ってでかいんでね、存在がもう6期生いないと考えられないけど頑張ります。ちょっとね先輩と話すいい機会だと思って頑張るの、頑張ります。ザボちゃんとリチャキの取扱説明書が欲しいです。不思議すぎてもっと知りたい。ザボちゃんでもねそんな不思議じゃない気がします。しっかりしてるっていうか、私がなんかめっちゃ言ったら上からになっちゃうけど、めっちゃザボちゃんもめっちゃもうしっかりしてるお姉ちゃんって感じで、
ルチャキはちょっとね抜けてて可愛いですね。リチャキリチャキ。ジオカ萌えゼリー得意そうなメンバー少ないね。少ない、確かに。うん、そう。コペ涙袋ないんですよね、私。書かないとなくて、書けばめっちゃ出るよ涙袋。怖い。涙袋書いてみて。なんか最近メイクしてみて多くない？書いてみる、書いてみようかな。じゃあちょっと、クローゼット見えちゃう。ダメだ、クローゼット見えちゃうんだよ。クローゼットの中にね、いつもね、あのね、お化粧ポーチが入ってるんだけど、配信じゃ、配信じゃ分からんけど、いつもこうやって書いてます。難しい。あんまり使うさ、いつも涙袋に使うアイシャドウがさ、コスメポーチに入ってるから、もう分からんけど、うん、結構でも作れてると。ちなみにこちらはもうね、大事すぎて全然使えてないんですけど、松岡夏美さんにいただいたアイシャドウです。もう全然ね、もう大切すぎて全然使えてないです。でもね、使った方がいいんですよ、絶対絶対に。使った方がいいけど使えてません。ラメはね使ってる。そう、ああコペの萌えゼリーとか見たことないし、本当やったことないから、めっちゃ コアちゃんが料理は気合と意欲だって言ってるよって。パーティーさん、初見ありがとうございます。ヒージャンペさん、チョコレートのバラありがとうございます。ココッペは中1です。中1ね、1人しかいないんですよね。そう、夏美さんにもらって使えてないけど、ちょっとチークはね使ったりしてる。ブラストオンって何？なんだそれ？わかんないです。私は牛年。牛年です。学年分からなくなるよね、絶対分からなくなるね。
でも中学1年生は私だけなので覚えてください。私も後ろですよくマイペースと言われるって節年なんですよね。マイペースかな、自分で分からんけどマイペースな気もする。6期生組エナナちゃんのこと言うなって呼んでるみたいだね。なんて呼んでるかな、なんかまあ分からん。ジョーカー当選だから前で見られると思うって楽しみにしてます。のりっぺさんティーカップありがとうございます。でもなんか最近川島エビなくなってきてる最近ねあんま聞かない。クロさんハートありがとうございます。立花呼びされる、立花呼びされないです。ない、なかなかない。そう、そう。他は誰が中学生？ゆなゆなと渋井ちゃんと藤子とりんりんりんがとえぐここ、えぐっちゃんかな。うん、去年ランドセル背負ってました。こうやってピンクのランドセル背負ってましたね。そう、立花恵美先生しかいない。もうね、先生だけ。立花、立花そう、体柔らかい、硬いです。めっちゃ硬いです。柔らくした方が絶対いいと思います。でも全然硬いです柔らかい方が絶対ダンスはね上手に見えるし、きっと柔らかい方がいいけど硬いです。そう、噂の体育の先生そうだよ。もう立花みんな苗字呼びだからね。ランドセルのオフショットくださいねー、ランドセルのオフショットはちょっとね、ブサイクなんですよね、顔がめっちゃ。立花自給自足エピソード面白かったって、あれはもう面白い。明日ね、また自給自足あるからね、なんか言われたらまた言います明日は自給自足あるとね、昨日自給自足ある予定だったけど、あれなんだっけ、あれ雨で、そうグランド湯が濡れててね、保険にね変更になったんですよ。だからできなくて、明日あるのでその分がね、また何か言われたら言います。そういえばリンガちゃんが鮭が裂けたで爆大爆笑してた鮭が裂けた怖くない？なんかそれ2年以降も担当 してほしい。怖いけどね、怖いけどね、結構結構怖いけど。パズドラで立花くんって呼ぶさで叫びたい。早くね、声出し OK になったらいいけど。時給のトッペルお願いします。でもね、結構女子では早い方だったんですよ。他のクラスの女子の記録とかも見たんですけど、結構早い方で、えー、みたいな、びっくりしました。だって小学校の時の持久走とかさ、下から数える方がさ早いぐらいだったのにさ、結構さ女子の中ではですよ、早くて、えー、みたいな。コッペ走るの無理。
AKB は14日から声出し可能になるって。 HKT はいつなんでしょうか。リンカちゃん笑のツボは結構ね、笑ってくれる。リンリンリンカ結構笑ってくれるからね。おじさんセリフ聞きたいね。ショールームのイベントにリンカちゃんとユイナちゃんが参加するみたいだね。コッペはあのところは考えてないんですけど、って感じですね。そう、クリスマスイベントでね、結構あの、そう、あれだったんで、って感じで、まだ考えてます。体育は好きなんだけど、持久走が嫌で、もう、本当に。言ったんですよ、昨日、保健の後に。体育の先生と保健の先生がいて、その二人が体育にいつもついてくれてて、一人は保健メインで、もう一人は、保健メインで、もう一人は、あれなんですよ。なんだっけ。体育メインってか、なんか、競技メインで。んで、そう。で、保健の先生の方に言って、ちょっと、地球層嫌なんですけどって言ったら、言いました。昨日そう、ちょっとね、イベント大変なんですよね。あのあれがね、結構あのレベルが高いやつで、多分だから結構あの平日でもね、もう帰ってきたらすぐ、終わる、8時ぐらいまでやるくらい大変なやつなので、多分そうだからね、どうしようかなって考えてます。もし参加するってなったら、みんな協力をぜひよろしくお願いします。まほちゃん、バラありがとうございます。そっち、まる子ちゃん見てる下で。15日からだからゆっくり考えていいよ。やるなら分散して6期生みんなに協力ありがとうございます。ペロポーズ練習してます練習してますって言ってくれた人初めてだ。そう、ひじりさんと一緒に出れるのでちょっと楽しみですね。ペポーズこれだよ、片手バージョンがこれ。最近ドラえもんの映画見たい欲がすごい。映画見たい、私もあの英語ポップコーン食べながら映画が見たい。そう、クリナさんもいるの嬉しいです。前髪綺麗だよねって。あのね、綺麗な時は綺麗なんだけどね、公演終わりとかはもう何もセットした意味がなくなる。でも今ね、巻いてないからめっちゃ綺麗じゃないです。ジュースはいつも何にするん？ジュース？なんだろう、ジュースポーズ。先輩メンバーさんが写真撮影の時に戸惑ってたねまだね、あの知らない方がたくさんいて、でも知ってもらえたので嬉しい。
この前知り合いが写真撮るときプロポーズしてきた子、礼言った。すごい、もうさ、結構さ、広まってるの嬉しいね。広まってるのか分かんないけど。本当私すぐ汗かく、本当にやばいんですよね、汗の量が。そう、メイクさんから代謝のいいことはいいことよって、代謝がいいのはいいことよって言われました。キータさん、チョコレートの場合ありがとうございます。セブナナちゃんがハンジャンキャリーに隠してベジャマン連れていくって言ってたよ。聞きましたね、聞いた。連れていけるんで、もハンちゃん入るんじゃない、全然余裕で。こうやってちょっと苦しいだろうけど。キータさん、チョコのバラありがとうございます。知り合い照れながらハマるね、ハマるねって言ってた。やったー、たくさん練習すぐできるようになりました。お、こっちの方がいいよね絶対、前に出すより。でも前の癖がもうついちゃってる、後ろに。今日鬼滅見てきたよって、鬼滅の刃みたいな。私もハトとカラオケ配信してね、したい。そう、後ろの方が正式です。前やとなんか邪魔だからね、ここは後ろの方がいいと。僕は丸が後ろ派です。正解です。ペポーズとコペン変身できそうだって、変身してください。ペオンラインやプロポーズたくさんかもねって。ペペペペコペといえばハンちゃんになってるって、コペハンです。ごめん、コロナとコロナ後遺症の症状がひどくてもう限界、また来る、寝るねなんて。お大事にしてください。いっぱい寝て。ハンちゃん次中学1年生です。今小学6年生、もうちょっとでもう小学校が終わります。ハンちゃん、中小学とかあったらペポーズ。そうなんですよね、オンラインしかないので一緒にペポーズしましょう。あ、こっちで、うん、パジャマドライブとリセット公演やってみて、どちらが簡単だった？へえ、私はリセット公演の方が、立ち位置がねそんなにないので簡単でしたね。立ち位置ってやっぱもう大事っていうかな、立ち位置が難しいのでリセット公演の方が簡単だったけど、もうなくなっちゃったのでパジャドラを頑張るだけです。中学生のマスク生活長くてマスク外すの恥ずかしいって本当だって。本当じゃない？私はね学校では全然外せるんですよね。でもつけときたくなる。私もあんまりこう外したいってならないですね。全然外せるけど外したいとはならないから、多分本当かな。みんなね多分外したくないってなってると思う。なんか体育の時間も外したい人は外して苦しくなるからみたいな感じなんですけど、外さない人の方が多いですね。私は外すんですけど苦しいから絶対でもう走れない、そんなんじゃ。
お見送りでペウチュア持ってると先輩メンバーがポーズしてくれるって。そうなんですよね、よく見たらみんなしてくれて嬉しいです。コーペしっかりしてるか、小学生ずっと離れているイメージ。しっかりしてないですよ。君はもっとできる、今よりはもっともっと自分のことちゃんとちゃんと。本当にね、本当にね、ずっと歌ってるぐらい頭に残るし、いい曲なので、みんな絶対聴いてみてください。聴いてください。そう、よいしょ。前髪伸びたね。そうなんです、これめっちゃ、そう、めっちゃ耳に残るから。みんな聞いてください。コーペ忘れ物とかしなさそうだって。もうね、めっちゃしてたよ、小学生の時とか。中学校だったらもうできないけど、小学校の時とかは宿題してるのに忘れちゃったり、めっちゃしてました。よし、じゃあそろそろランキング見たいと思います。13位、13位 AK ラブさん、ありがとうございます。12位三浦さん、ありがとうございます。11位オレオーズさん、ありがとうございます。10位まほちゃん、ありがとうございます。9位そのみさん、ありがとうございます。9位、あ、間違った、8位クロさん、ありがとうございます。7位キーターさん、ありがとうございます。6位ムハーマドさん、ありがとうございます。5位今日この頃さん、ありがとうございます。4位カードの人さん、ありがとうございます。3位ケチャップ社長さん、ありがとうございます。2位シーチャンペさん、ありがとうございます。1位のりっぺさん、ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ時間変更しちゃってすいません。ありがとうございました。イエーイありがとうございました。バイバーイ。